プレイヤーズコンベンション横浜2023サポーテッドバイ楽天ブックス。さあこれからお届けするのは土曜日、3月4日土曜日に開催されたモダンオープンの2回戦のフィーチャーマッチ、瞳正明さんと平野優さんの、第2回戦。瞳さんの使用しているデッキがボロスバーン赤白2色で、バーンというのはその名の通り対戦相手あるいはクリーチャーを焼き尽くす、赤が得意とする直接ダメージ呪文でライフをガンガン狙っていくデッキのことを指します。対する平野さんの使用しているデッキはちょっとカードを見てからお話しした方が面白いのでちょっとじらしましょう。さあひとみさんがワンマリガンですかね。ダブマリか。カードを2枚ボトムに送り込みます。バーンというデッキはね、非常にこう手札を本当に投げ捨てて対戦相手のライフをもぎ取っていくデッキなので、かつドローという手段がね、ないこともないんですけども得意ではないので、ダブルマリガンはかなりネタですが、さあしかしいいスタート。1ターン目にゴブリンの先達、1マナ2に速攻、攻撃した際に相手のライバルに特攻を公開して、それが土地だったら相手も手札に入るという、1マナで2-2で速攻で殴ってるんだから、手札1枚ぐらい増やさせてあげるよという、ある種のこうハンデを与えるというかね、ダメージの対価というデメリットとしてつけられた能力ですが、土地さえめくれなければ相手のデッキを知る、ある種こう、スパイ活動的な要素にもなるので、時よりメリットになる大きなフィーチャーです。で、今回それがメリットに働いたんですね。この平野さんが1ターン目に待機した勝利の足音という操作、マナコストを持っていないので手札から唱えられないという。これもモダンならではっていうカードですけど、どうやって唱えるのかというと、平野さんがやったように待機1ターン目なんかに置ければ、まだギリ使えるかなって感じですけども、呪文を追放して待機カウンターを毎ターン取り除いていって、それがなくなった時にマナを払わずに唱えられるという能力を使うか、あるいは、続唱という能力を用いて、それもカードがプレイされてから説明した方が分かりやすいかもしれないのでちょっとじらしましょう、ひとみさんはさらに先達で攻撃してライフを減らしつつ大陥落の幻霊2マナ22で、3マナ以下の呪文を唱えたプレイヤーに2点ダメージを与えるという、自身にも牙は向いてくるけれども、軽い呪文で構成されたモダンのデッキにはまさに脅威というか、即除去されたとしてもね、2点ダメージは爪痕は残していくという感じのカードで、さあ先達で攻撃、土地がめくれたので平野さんこれを引き込んで、ここでフェッチを起動して土地を持ってきますと。平野さんのデッキはね、ちょっと特殊な構造になっていて、この衝撃の足音以外のカードは、3マナ以上、大体3マナのカードで構成されている。ここでプレイしたのは非氷の火のモードで2点ダメージを与えて大陥落の原理を除去、いいカードですね。渋い。このカードは火のモード自体はマナ総量は2ですけど、カード1枚として見た場合火と氷のコストを合わせるのでマナ総量4となっております。さあひとみさんが裂け目の稲妻を待機、これは待機カウンター1個なので次のターンに3点ダメージを飛ばせるという、なんかこう意図せずしてね、衝撃の足音と裂け目の稲妻で待機的対決のような様相を呈していますが、平野さんここでキキャストは断片なき工作員、これがね、そのデッキがちょっと特殊な構造になっている理由でございまして、強力の足音はマナー総量ゼロなので、この断片なき工作員というクリーチャー、唱えた時に続唱という能力が誘発して、自分よりもマナー総量が低いカードが公開されるまでライブラリをめくり続ける。めくれたらそれをマナーを支払わずに唱えるということでだいぶかかりましたね、出てくるまで。衝撃の足音をこうやって断片なき工作員、あるいは暴力的突発といったカードから確実に唱えることができる。3マナで22プラス44トランプのトークが2体、いきなり10点分のクリーチャー陣が盤面に揃い、もうね、攻守も入れ替わるんじゃないかって感じですけども、ここはひとみさん稲妻の一撃で、稲妻の螺旋で3点ダメージ与えて3点回復、ライフ差をさらに広げ、裂け目の稲妻でさらに3点、残りライフ4。ここは土地を生贄に捧げてワンドロを、さらに稲妻の螺旋ですかね、3点ダメージ与えて3点回復23。まあ火プラス氷のようなね、2マナで唱えられるけどもマナソウルで見れば3とか4とかだったりするような出来事能力とか、そういった、早期だったりね、3マナ以下、2マナ以下の呪文としても扱えるけども、カードとして見た場合はマナ総量は3以上で、工作員や突発といった俗称に引っかからず確実に衝撃の足音だけがめくれるようにするという、もうね、モダンの俗称デッキならではという構造で、他のフォーマットではなかなか見ないタイプですよね。さあここは、22同士の相打ちで4点2対と8点、さらに工作員、これも足音がめくれてドドドとサイが駆け抜ける。10点分のクロックダメージ減がさらに盤面に追加されて合計で18点と。さあクライマックス、残ライフ1の平野さんに対してひとみさん、おおラバースパイク、対戦相手に3点ダメージでライフを削りきり、ダブルマリガンから見事バーンがプラン完遂して勝利となりました。いやこれいいですね、バチバチってやつですか。激しいね、ダメージの応酬。ひとみさんのデッキの方がね、どちらかというと終始攻める展開を作っていくデッキですが、ティムール、ライノとかね、サイのことですけども、ティムールライノ、ティムールサイ、ティムール俗称とか呼び方はまあいろいろありますけども、ティムールフットフォールとかの表記も多いかな。平野さんのデッキも、俗称からの衝撃の足音で一気にまくり返せるということで、これはちょっとね、両者短期決戦、こうマジックの対戦動画ってやっぱ動画時間からね1本目が終わった時点でどっちが勝つかとか分かったりもしたりしちゃうんですけども、モダンの、ね、スピーディーな決着を仕掛けるデッキ同士の対決だと、まだまだこれね、ここから平野さんが煮立てすることもあるでしょうし、読めないんじゃないですかね。いやいいですね、平野さんの、ティムール青赤緑デッキの方のサイドから入るカードとしてはそうっすね、これっていうこのバーン対策ないかな。なので、まあどっちかというと本当に確実に続賞コンボを決めてフィニッシュに持っていくと対するひとみさんのボロスバーンの方ですが、まあ、これもどっちかというとこうね続賞を根本から止めるみたいな手段をサイドに取ってるわけではないので、まあ差異を除去してダメージをねじ込んだり相手の攻撃を耐え切ったりするための、まあ、ルケへの道みたいなちょっと除去が入ってくるのか。ぐらいですかね。あんまりお互いにガチガチに対策するカードで戦うっていうわけではなく、1本目のようなスピーディーによりスピーディーに勝つというバチバチ対決が見えるんじゃないでしょうかね。まあ、平野さんの時は先ほどもね、説明させていただいた通り、とにかく続賞でめくるためのカード以外は3マナ以上のもので構成されているというところが面白いですね。まあ、忍耐だったり劇場といった手札からカードを追放することでマナを払わず唱えられるインカーネーションと呼ばれる連中だったり、採骨の巨人3マナ4/3のクリーチャーだけど2マナでインスタント2点ダメージとして使える出来事能力を持ってるよというような連中で、まあ1本目プレイしてた火プラス氷のようなねマナ総量カードとしてみれば4だけどもモードごとにはそれぞれ2マナだよみたいな、そういったカードを使うことで、1ターン目2ターン目完全ノーガードというわけではなく動くことはできるという作りになっていて、モダンでねさすがに1ターン目2ターン目全く何もできず自分から仕掛けず相手にも対応できないっていう構築だとちょっとね、このスピード対決についてこれなくなるかなというところもあってあまり推奨できないですね。1マナ2マナが本当に全く入ってないデッキというのは、またねこの続賞デッキはその辺はしっかりカバーしてやる。モダンホライゾン2でやってきた勝力の足音ですが、まあ、デビューからもうすぐ2年ですかね、きっちりモダンでその存在感を示しているというか一大アーキタイプを作ってますね。平野さんのデッキは、青赤緑3色ティムールですけども、ティムール以外にも、白を足した4色だったりなんだったら黒マナも出るようにした5色にして力戦の束縛なんかを使えるようにしたあの束縛もね6マナのエンチャントですけども、基本と地タイプが揃っていればいるほど、1マナとかで唱えられるので続賞を邪魔しない軽量除去というふうにもね運用できますね。さあ熱い熱いバチバチ対決、1本目を取ったのはひとみさん、まあ、かつてはね、このプレイヤーズコンベンションを運営している、ビッグマジックという、ショップ、このチャンネルねビッグマジックなんで皆さん登録してくださいね。ビッグマジックのこの YouTube チャンネルを伸ばしたいという思いもかなりスタッフの方も持っているようですが、まあそれはそうですよね。どうせやるならいっぱいの人に登録してみていただきたいですけど、この画面左のひとみさんは、かつてビッグマジックの、スポンサードプレイヤーとしてもビッグスというメンバーの一人としても活動されていて、モダンではねこのバーンとか、あるいは神話というかつて存在した、アーキタイプですね。そういった、攻めていくアグレッシブなデッキの、調整録なんかの記事コラムを、連載していたこともあって、まあ赤いデッキは好きなんだろうなと思いますよ、彼は。パイオニアでもなんか赤単をずっとこすってたりとかして、僕は仕事柄ね、マジックオンライン MO の、リーグのね、全勝者リストとかをよく見るんですけど、まあそこでね、ひとみさんの赤いデッキが並んでると、お、やってるなというような。変わらず元気で赤いデッキなんだなと、ちょっとなんかね、安心するというか、まあ、モダンはそういうプレイヤーの方が多いと思いますね。流行り廃りももちろんありますけど、勝つために選んだデッキというよりは、とにかく好きなデッキでローテーションもないからずっと使えるからということで、同じアーキタイプをこすり続けてる方っていうのも、ね、非常にたくさんいらっしゃると思いますし。この会場にもそういう職人が集っていると思うのでね、この後のフィーチャーマッチも楽しみですけれども、さあ、ひとみさん、ワンマリガンから平野さん、痛めとちょいてこう、さあ、ゴブリン、ガイドしていく、めくれたら土地。幸先のいいスタートというか、いいジャブが入りましたね。バーンデッキね、稲妻1マナ3点のように対戦相手のライフを直接削る手段、インスタントやソーサルに多数ありますけども、やっぱりね、それらだけで焼き切ろうと思うと、ちょっとした、ね、ライフゲインとかがあるだけで、ちょっと手数が足りなくなったりしますから、クリーチャーで攻撃してね、ダメージを刻むに越したことはないんですよね。そのクリーチャーの攻撃を通すためにもダメージ呪文、火力を使うので、まあその辺の塩梅、ここからはプレイヤー本体に投げつけて、そこまでは除去で使うみたいな、まあ見極めとかね、プランの切り替えっていうのはすごくこう重要というか、プレイングが求められるできたなと僕は思っております。さあ、ゴブリンでめくれたのは血染めの月でしたね。まあ赤、ほぼ赤単色のバーンデッキとはいえ、稲妻の螺旋なども見てますしね、ボロスの魔除けという2マナ4点火力もありますから、そういったカードを、平地はまず入ってないですからね、バーンには。こういった2色の土地で白マナをこう捻出するデッキなので、血染めの月でそれらをシャットアウトするというプランを平野さんはサイドから採用したようですが、さあ、ゴブリンが殴って裂け目の稲妻待機。まあちょっとライフカウンターもね動いてない部分はありますけども、多めに見ていただけると幸いです。ちょっとね、スタッフにも急遽入っていただいたりとかもして、まあまあまあこれで14、本当はさらに2点くらいというかな、12なのかないろいろね、ビッグマジックのこういう動画って手作り感というか、ちょっと拙いところもあったりしますけども、まあ、なるべく最善を尽くしますので、どうか温かい目で見守っていただけたらと。お、批判家視察ですね。裂け目の稲妻で待機で、あ、ライフも、だからこれ、まあ、8点かな、11点だったけど、稲妻の裂け目で3点入って、批判家視察で3点。違うか、これで合ってるのか、ちょっと僕も分かんなくなってきましたね寝不足もあって、僕もあんまり頭働いてないです。批判が視察は対戦相手がこのターンにダメージを受けてると1マナで唱えられる、3点の操作にですね、3マナだとちょっとね、サンマラさんってはもっさり感がありますけど、一バナになるとやっぱね全然違いますし、クリーチャーに打てるのも強いしというところで、さあ平野さん、暴力的突発からサイを2体インスタントタイミングで得て、ここから巻き返していくぜと言わんばかりだが、さあ442体対するは22速攻のゴブリン1体。盤面は平野さんが圧倒的に有利だが、残ライフが1桁に突入しているこの段階で、バーン側としては射程圏内というところでしょうか。ここまで減ってくるとね、こうやって土地をライブラリーから持ってくるフェッチランドの1点支払いが重くのしかかってきますね。じわじわと。ただまあフェッチを切らないとアクションもできないので動いていくしかないと。さあ血染めの月、これに対してひとみさんがフェッチ起動から山持ってきての土地を生贄捧げて、山になる前にワンドローを火力を引き込む。さあサイが楽で4点ダメージ、1体はゴブリンガイドをブロックするように出す。からの、ラバスパイク、溶岩が押し寄せて3点ダメージ、ターン終了。平野さんのドローからのちょっと慎重になりますよね、残ライフも少ないので。さあどうだ、かといってね、攻撃するのをためらっていると、それだけバーン側がカード引いちゃうので、ね、こっちね、ティムール・ライノ側、衝撃の足音デッキ側も、ガンガン動かなくちゃいけないが、さあ、スカルクラック、頭蓋割りですね、3点ダメージプラス、対戦相手がライフを得られないという。まあモダンにもね、オムナスのような各種ライフゲインありますから、それに対する対策として取られているカードですね。さあ血染めの月から、ここは氷でゴブリンガイドをタップして、平野さんはワンドローターン終了からの平野さんのアップキープで稲妻を本体に打ち込んで、これでライフ削れてゲームセットと。まあ、平野さんのアップキープに打つことで、もし打ち消しがあったとしても自分のターンにマナーを支払わせて、次のターンの火力に対するアクションを止めたり、まあ、あるいは追加のクリーチャーを出すことを止めたりという、まあ、そういった狙いの、平野さんのアップキープでの稲妻、これがライフをゼロにして、ひとみさんが軽快に、オープン2回戦終わった時点で2勝0敗と好スタートを切っております。バーンはとにかくね、勝つときはひたすらに勝つべきですから、9勝0敗目指して駆け抜けていくことでしょう。それじゃあ、次の第3回戦でお会いしましょう。お相手は私岩翔でございました。ありした。